waves, my waves get lost in the ocean. 7 billion swimmers, man, I'm going through the... Hey guys, it's me, Nagisa. 皆さん、こんにちは。Nagisa です。今日は久しぶりの動画なんですけど、どういう動画にするかというと、It's going to be about how to stay motivated.で、モチベーションの上げ方について話すかというと、最近私の人生でいろいろありまして、なんか本当にテンション下がることばっかりだったのね。で、しかもその上に、なんかレポートのね、前回提出したレポートの点数がめちゃめちゃ悪くて、もう、ってなったの。もう、もう勉強嫌だ。もう学校行きたくないとか、めっちゃ思ったのね。で、このなんか点数1個悪かっただけでこんなにモチベーション下がるんだって思って、自分すごい単純な人だなっていうのは気づいたんだけど、それはなんか自分が直さなきゃいけないところなんだけど、でもそれにしても本当にモチベーションが下がったの、もうなんか全てにおいてなんか気持ちが暗くなっちゃって、なんか本当にやばくなっちゃったのね。で、like last week、学校で、そう、学校で話したことじゃ何人かいるけど、その気持ちがめちゃめちゃ暗くて、なんか本当にごめんなさいって感じだったんだけど、私は I have made a list. あのね、6個ある。On how to stay motivated. Wow. I'm gonna be a therapist today and I'm going to be teaching you guys how to stay happy. 別にみんなが常にハッピーじゃなきゃいけないとかそういうわけじゃない。モチベーションがない時はなくていいと思うんだけど、まあ、あげたい人のためにです。一つ目は、これね、どっかでね、読んだの。I think it was like Pinterest or something. なんか、私、クォート読むの好きなの。Inspirational quotes. なんか、それ、読む人に対してバカにする人いるけど、私は読みます。ごめんなさい。なんだけど、なんか、When you feel like quitting, think about why you started っていうクォートがあって、なんか、いいなと思ったのね。なんか、なぜ自分が、やめたいなと思った時に、なぜ自分が始めたかっていうのを考えましょうっていうクォートなわけ。で、なんか、すごいいいなと思ったのが、特に受験、私が最近、すごいモチベーションが下がってたのが、そのレポートとか、点数悪かったとか、まあなんか他にも、なんかすごい明るいね。他にも、なんかその勉強関係で自分がすごい悩んでたことがいっぱいあったのね。学校行きたくないとか本当に思ったの。この授業休んでも大丈夫かなとか思ったんだけど、休んでないんだけど、でも休もうかなって正直めっちゃ思っちゃったのね。でも、思い出したの。ダメダメって。あんなにこの学校に入るために頑張ったんだから、なんか、こんなちょっとしたことで行かないとか、その時の自分に失礼じゃん。頑張ったんだから。だから、頑張っていこうとか、それをちょっとモチベーションに変えたりしてる私は。で、これは別に、なんだろう、何にでも言えると思うし、例えば、トフル受けるとか、なんかトフルの勉強のモチベーションがない、でめんどくさいって思うけど、でも、なんで自分が受けようと思ったんだっけって考えれば、なんていうの、また、やらなきゃっていう気持ちになるかなって思います。二つ目が、clean your room。なんか突然なんか全然違う感じのやつだけど、私的には部屋が汚いと全然なんかうまくいかない。なんでも。なんか頭の中がごちゃごちゃの上に部屋入ったらもっとごちゃごちゃみたいな。もうごちゃごちゃの上にごちゃごちゃになっちゃって、もう超ごちゃごちゃだから、ちょっと語彙力足りない。わかる？なんか混乱しちゃう自分がますます。で、なんか何すればいいのかわかんないし、椅子の上に洗濯物あるし、椅子座れない、じゃあ勉強できない、まあいっか、みたいな感じになっちゃって、すごくすごく良くないから、私はまず部屋を片付ける。それだけで結構意識変わるし、なんかね、あとね、部屋にいらないものがたくさんあると、you get distracted、なんか、これ、こんなものもあった。これも勉強しなきゃいけないとか。これもある。これも勉強しなきゃいけない。これもやろうと思ってた。これもやろうと思ってた。これもやろうと思ってたっていうのがいっぱいポンポンポンまで置いてあると、ちょっとわーってなるから、せめてなんか本は一列にするとか、なんか本当に今やらなきゃいけないものだけ出して、それ以外を引き出しに入れて、やらなきゃいけないものの棚を作るとか。私もなんか引き出しが一個あるんだけど、その引き出しにやらなきゃいけないものを全部入れて、一つずつ順番にこなしていけば、その机の棚の中がさ、空っぽになるじゃん。で、空っぽになったらやることがないから、もう自由時間って感じ。で、常に何かが入ってるんだけど、それはちゃんとやるようにしてます。三つ目は、スケジュール帳を持つこと。なんか持ってる人はもうたくさんいると思うし、でも逆に持ってない人もたくさんいると思うのね。で、なんか最近、携帯で結構管理してる人が、いるんだけど、まあ私的には書いた方が目に見えるし、あと例えばなんか2週間後の提出物がもう先に教授から教えてもらってたとしたら、その2週間後のところに締め切りを書いて、この日までにこれを終わらせなきゃいけないっていうものを目に見えるようにしとけば、
そこから逆算していけるじゃん。この1週間前のところに今度は逆にこの何々の課題をやるとか書いとけば、自分が普通に生活していて、ペラ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 、日にちが変わっていくうちに、あ、2週間前の自分から、メッセージとして、ちゃんと来週の課題やるんだよって書いてやるから、わかる？自分へのリマインダーを先に書いておけるっていうのがすごい好き。あと、スケジュール帳って、なんか月のさ、上のとこ余白とかあるじゃん。まあ、なんか余白とかに、その月の、目標とか書くとすごい、私はそうしてます。なんか、あとは、その月に読み終わらせたい本のタイトル書いたり、次読んでみたい本を書いたり、それだけでなんか、ああ、私の人生充実してるなって思って、モチベーションにつながる。四つ目は、do it your way。っていうことで、なんかこれは別にクォートでも何もないんだけど、なんかモチベーション下がってる時って他の人と比べたくないじゃん。私は、自分がめっちゃ、ああ、やりたくないとか言った時に、なんか私これできたよとか、こんなにやってるよとか、こんなに、あとこんな、これなんかどれぐらいできてるのとか別に聞きたくないわけ。なんていうか全然、他の子に言われるのは別にいいんだけど、なんか自分的に他の人とこう比べることによって、なんか自分ますます落ち込むのね。自分落ち込んじゃうの。だから、なんか、なんて言うんだろう。他の、自分の、こうするといいよとか、なんかこんなに昨日やったんだって言われると、私もじゃあ昨日やんなきゃいけなかったかなとか思っちゃう時あるけど、でもそうじゃなくて、自分の、やり方で進めていけることが分かっていれば別に焦らないし、あ、これついていかなきゃいけないとか、みんながやってるこれをやらなきゃいけないっていう焦りがなくなるから、すごいいいかなと思います。で、これもなんかまたちょっとスケジュール帳のやつにもつながるけど、なんかちゃんと自分がいつ時間を作って、その時間にどれぐらい進めるかのかっていうノルマみたいなのを決めとけば、なんか焦らないで済む。で、焦りっていうのはマジでモチベーションの敵であって、焦りすぎるとモチベーションめちゃめちゃ下がるので、私はね、私は。何、一人でやりたいっていうことに結構つながるんだけど、突然ね、落ち込んで、点数悪かったとか、あ、人生でこういうことあった、私ちょっと本当に今落ち込み気味だな、モチベーションないなと思った時に、みんなさ、人間だから、なんか私のこの動画を見てくれてる人が、何人いるかわかんないし、なんか、誰なのかも、年もわかんないけど、なんで、特に中高生とか、大学生とかってなんかこの、まだちょっとさ、この考え方とかさ、気持ちがさ、不安定じゃん。みんな情緒不安定じゃん。みんな不安定。なんだけど、その時に突然ある日自分が機嫌が悪くなったからって、一人でムスッとした顔して勉強し始めて、一人で全部やるようになったら、なんか友達とか周りの人とかどうしたの？みたいな。この人すごい性格悪いんだけど、どうしたの？どうしたの？ってなるじゃん。で、逆にもうなんか本当にそれで、それだけのことなのに、もう友達からこう遠ざかられちゃうとか、みんなが逃げてっちゃうわけじゃん。そんなネガティブな人の周りにいたいと思う人いないと思うから。だから私の5つ目のティップ、アドバイスは、友達にちゃんと言うこと。自分があまりいい状態じゃないことをちゃんと伝えるのは大事だと思う。で、仲いい人だけだっていいし、別に全員に伝えろって意味じゃないよ。だって別にみんなが気にしてるわけじゃないから。でも、やっぱりいつも一緒に行ってくれたり、してくれる人は、ちゃんと大切にすべきな人にはちゃんと伝えるべきだと思うし、そっちの方が、なんかそんなちっちゃいことだけで、人間関係崩れるみたいなことがなくなると思います。なくなるっていうか、ない。6個目。はい、最後のは、ちゃんと何かをこなしている自分の姿をかっこいいと思えるようにすること。遊んでる自分とか、友達と一緒にいる時間、すごい楽しいじゃん。だから、なんかその楽しんでる自分が、なんか人生満喫してる感じで、見た目っていうの？洋服とか可愛いの着てお出かけするの楽しいなって、私、楽しんでるなっていう感じあると思うんだけど、ちゃんと、なんていう、見た目だけじゃなくて、インテリジェントな自分もかっこいいって思えるようになると、すごいいいと思う。なんか勉強してて自分、あ、勉強してる自分かっこいいなって、なんかそれ思うだけ、別にちょっと、なんていうの、ナルシストっぽいって思う人いるかもしれないけど、でも私は別にそれでいいと思うの。なんか、あ、メガネかけてる自分頭良さそうに見えるから、とりあえずメガネしてみようとか、なんかそれでも全然いいと思うのね。なんか、とにかく、勉強してる自分の姿をかっこいいと思えるのはすごいいいと思う。で、まあ、それはなんか勉強してるふりだけじゃ意味ないんだけど、外側だけじゃなくて、内側ちゃんとしっかりいろんなことを考えてる自分をかっこいいと思える人は、いいことあるんじゃないかなって思う。はい。っていうことで、これがモチベーション下がってる時の6つの上げ方
かなって思います。常にみんなハッピーじゃなきゃいけないってわけじゃないし、もちろん下がるときは下がったって全然いいんだから、そこからちゃんと上がれるようにすることが大事だと思うので、こういう動画を作らせていただきました。はい、ということで Thank you so much for watching and I hope to see you guys in my next video. Bye! Just love and understanding positivity. We could change this whole world with a piano. Add a bass on guitar, grab a beat and away we go. I'm just a boy with a one man show. No university.